はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。えー、前回の予習動画でですね、えー、行列式の定義について説明をしました。さらに、えー、行列式の性質に関するプロポジションを一つ紹介しました、えー。今回の予習動画では、えー、さらに大切な、えー、行列式の性質について説明をしたいと思います。それでは早速内容に入りましょう。 ははいでは、えー、と行列式の性質2ということで、えー、始めたいと思います。えー、前回最後ににですねそのの行列式のある性質について述べましたなんですがそのところでですね後半あの証明は、まあ、これはあのー、数学科の人はもちろん見てほしいんだけれどもまだ最初に慣れないうちはここは飛ばしてもいいですよというような話をしました。 えー、そもそもですね、痴漢とか、えー、その符号ですねなどについてまだ慣れていないと思いますので、えー、最初はまあその辺はですね、まあ、あのちゃんと証明するのを後回しにしてまずはあの計算の仕方をに慣れるというのも1つの勉強の仕方だと思いますで。ここでもですね、その証明は後回しにしてその、えー、と行列式のさまざまな性質について紹介したいと思います。 はい。で、まず一つ目ですね。定理の436です。えっ、ー、と、上の記号の元というのは、ここちゃんと書いてないですが、a っていうのを、まあ、基本的に、この、え列、ー、ベクトルでこう分けておきましょう。a1 から an と分けると。まあ、そういうような状況を考えていると。で、aij。まあ、こういうふうに。 これは、えー、と A というのは N 次正方行列を考えていると思ってください。でその時に、まあ、以下の436が成り立ちますよということですで、えーと。1つ目はですね、デターミナントというのは多重線形成を満たします。で多重線形成というのは何かというのを説明し始めるとさらにまた長くなりますしまだ皆さんそもそもその線形性というのをまだ勉強してないのでここでは えっとまあ、用語としてですね、多重線形性と、今から、えっと、説明するもののことを多重線形性というんだという、まあ、その言葉を頭に入れてください。で、えっとまあ、それは何を意味するかっていうと、ある i0 について、まあここ、i にしましょう。すいません。i にします。i に対して、について、ai、この第 i 列ですね。 あ大愛行です、すみません。大愛行が s 倍の bi プラス t 倍の ci という、こういう形でかけているとしましょう。で、この時に bici っていうのはどちらも n 項横ベクトルです。で、えっと、s と t っていうのは、まあ今、実数で考えるか、複素数で考えるか、まあどちらでもいいんですが、と、まあ、にかく数であると。で、こういう状況のもと、えっと、a の行列式、 こ,いつですね、これはどうなりますかと言いますとこれは S 倍のこの行列の行列式さらに、T、プラス T 倍のこの行列の行列式という形になりますつまり第 i 行がですねこういう形で書けている時っていうのは i 行目を AI の i 行目の AI の部分を BI に変えてあげると。こっちは CI に変えてあげるとで。さらに行列式の前に S 倍と T 倍をこう出すことができると。まあ、このような形で書けるというのが、えこれが線形性です。はい。で、えっと、さらに2番目の性質として、デターミナントっていうのは、交代性を満たしますで。これ交代性って何かっていうと、これは ある i 行と j 行、まあ、i と j が異なるとしたときに、ある大 i 行と大 j 行がこう等しいとしましょうと、等しいとすると、実は行列式というのは0になるという、まあ、そういう性質がありまして、それを交代性と呼びます。で、3番目は、単位行列の行列式は1であると。はい、このような性質を満たします。 でここで詳しくは言いませんが実はですねこの多重線形性と呼ばれるものと交代性というものとこの、えー、行列式、えー、単位行列の行列式が1であるとこの3つの条件によって行列式っていうのは特徴付けられるということが知られています、まあ、詳しくは、えー、と述べませんがつまりこの3つを満たしているものっていうのは、えー、行列式しかないというわけですね はい、ですから、この3つの条件があの、性質っていうのが非常に大切です。非常に大切であると。ですから、必ずこの1番、2番、3番の性質はあの頭に入れてください。で、まあ、頭に入れてくださいと言っても、まあ、2番目、3番目はいいでしょう。ただ、この多重線形成というのを皆さんまだ慣れていませんので、これ、なかなかわからないと思いますが、まあ、そういうものはですね、例を、 い、えー、いっぱいこなしていくうこでは、まあ一つだけ例を見ましょうかね。まあ一つ二つです。こことここを見ましょう。まあまず、えっ、ー、と、こういう行列、3次の正方行列の行列式を考えましょう。でそうしますと、えー、先ほど、 AI イコール S 倍の BI プラス T 倍の CI だと S と T を出してそれぞれ代上げを AI を BICI に変えたものこのような形になると言いましたで特殊な場合として例えばこの TCI がない場合ですねつまり AI イコール S 倍の BI の場合はどうなるかっていうと S っていうそのスカラー倍の部分を前に出すことができるということを意味しています つまり、ここっていうのは、だから、これがない状態、ここがない状態だとしましょう。そうすると、残るのは、この、こことここですから、えー、なんか、大愛行が、えっ、ー、と、S 倍の BI ってなってたら、その S の、S を前に出すことができますよ、ということを意味しているわけですで。そう考えると、今の場合ですね、今の場合は、えっ、ー、と、これは4、42-4っていうのは、これ、 2でくくることができますね。ここの部分っていうのは、これは、えー、2倍の2、1、マイナス2って、こういう形にかけてると思うことができて、この2を外に出すことができます。で、えー、っと、一方で、その、ここっていうのは、その2、1、マイナス2にこれ対応してるということですね。なので、えー、っと、この、 多重線形性というものを使うと、この行列式というのは、この形に直すことができます。このように前に出すことができますよというわけですね。そうすると、今、さらにですね、この形にすると2、21-2と21-2、ここ同じ行ベクトルがあります。そうすると、ここで交代性を使うと、異なる行に全く同じ 行ベクトルがこう2つ並んでいる場合は行列式0だと言っていますからこれは0になるよというわけです。よろしいでしょうか。ですから今は多重線形成と交代性を用いることによってこの行列式が0であるということが分かったというわけです。はい。で、もう1つ見てみましょう。この、えー、特殊な場合でこれ s とか t が1の場合を考えると。 大愛行が BI プラス CI というベクトルの和でかけているとすると。そうすると、この ST が1の場合ですから、そうすると、大元の LargeA という行列の大愛行を BI に変えたもの、大愛行を CI に変えたもの、まあ、これらのそれぞれの行列式の和と元の行列の行列式が等しいということを言っています。なので、これを、まあ、例を見てみると、例えばこういう形の 行列式を考えましょうでそうすると、えー、ここっていう第2行っていうのは、これを考えてみると、こいつは、えー、っと、a、b、c っていうものと、マイナス -1、3、2っていう、それぞれ3項の、えー、横ベクトルの和としてかけてますね。ということは、ここで、えー、体重線形成のこの、 2つに分かれるっていうのは何を言ってるかっていうと、この第2行、ここの第2行がありますけれども、こいつをこれに、えー、置き換えたもの、さらにはこれに置き換えたもの、それぞれの行列式の和と、これが等しいよということを言ってるわけです。ですから、えー、今の場合はそれぞれ第2行を ABC、これに変えたもの、ちょっと色を変えましょうか。第2行をこれに変えたものと、えっと、第2行を こ,のこちらに書いたもの、これらの行列式の和になるよということを言っています。ですから多重線形成でそういうものなわけですね。係数は外に出せるし和になっているところはそれぞれの大合い量それぞれの横ベクトルで置き換えたものの和になると、まあ、そういう性質のことを多重線形成と呼ぶわけです。で何度も繰り返しになりますがこの1と2と3この性質によって行列式っていうのは特徴付けられます。 特徴付けられるって何だっていうのも、まあ、あんまり説明はしませんけれどもとにかくこれが重要であるというわけですね。この3つさえある意味覚えておけば、えー、他の性質っていうのは実はこの3つから導くことができます。ですのでこの1、2、3は必ず頭に入れてください。はい、よろしいでしょうか。というわけで次に行きましょう。 で今その大切だって言ったんですけど一方で、えー、今まで連立一時方程式について勉強していく際に行基本変形というのをやりましたで実は行列式の値を計算する際にもこの行基本変形というのが非常に活躍しますですので、えー、と今先ほどやった定理の437を用いて、えー、行基本変形によって 行列式の値がどのように変わるかということについて説明をしたいと思います。で、えっ、ー、と a というのは先ほどと同様で、これは n 次正方行列とします。で、その時にえっ、ー、と基本変形っていうのは大愛行を何倍かするっていうのと、大愛行に大自営業の、えー、何倍かを加えるっていうのと、大愛行と大自営業をこう交換するっていう。いまず、あ、3つの、えー 行基本変形というのがあったわけですでそれぞれでどういうふうに変わりますかっていうのを見てみるとまず大 A, A の大愛行を C 倍して得られる行列それを考えると C 倍すると行列式も C 倍されるというわけですね、まあ、これ実はついさっきやった多重線形線の特殊な場合に他なりませんでだからまあこういうことが分かる で、えっ、ー、と、じゃあ、大愛行と大 J 行交換したらどうなりますかっていうと、これは、まあ、交換すると、行列式はマイナス元の行列式、マイナス倍になるというわけですね。で、じゃあ、大愛行に大 J 行の C 倍を加えるとどうなりますかっていうと、まあ、実はこれは行列式は不変です。変わりません。ですから、まあ、この2つは変わるけど、 C 倍するとかあのマイナス倍するという程度ですし、これは、えー、と行列式は変わらないというわけですね。はいえー、とですから、まあ、実はですねこの行基本変形と、まあ、このコロラリですね、これを用いますと、さまざまな行列式の、えー、を、まあ、具体的に計算することができますで、えーと。ここではですね、じゃあ先ほどの定理の437を見 認めた上で、これらがどうなぜ、えー、と導かれるかということについて説明をしたいと思います。でまず、括、え、弧、ー、1ですけれども、これはもうあの先ほども言った通りあり、多重線形成の特殊な場合ですので、まあ、そこから従うというわけです。で、括、え、弧、ー、2ですね、第愛業と第自営業を交換したらどうなりますかっていうんですけれども、これ実は交代性と、まあ、 今の場合であれば同値になっていて、まあ、同値性までは言わなくても、少なくとも交代性からこの事実が出てきます。どうするかっていうと、A の大愛行と大 J 行、まあ、それらを AI、AJ とあの書いてるわけですけれども、大愛行と大 J 行、両方ともですね、AI プラス AJ という列ベクトルに、あすみません、行ベクトルに変えてください。取り替えた行列。 それの行列式を考えましょう。それはつまり、この行列です。そうすると、これ、第 i 行と第 j 行が同じ行列の行ベクトルになっているので、そういうものっていうのは、交代性から、えっと、行列式は0になるというのが出てきますね。そうすると、これを、じゃあ、線形性を用いて展開しましょうと。展開すると、例えば、えっと、これ、 AI プラス AJ のところで展開すると、ここと2つ、AI プラス AJ を AI と AJ にそれぞれ分けてあげて、他のところはこう一緒であるという形に書くことができますさらに、こちらの AI プラス AJ をそれぞれ AI、AJ でこういうふうに分けると。そうすると結局4つの行列式の和になるというわけですが、見てみると、 ここに AIAI があるし、ここに AJAJ AJ がありますから、こいつら、これとこれは0になりますね。それはなぜかというと、これが交代性から出てくる。で、じゃあ残ったのはどこかというと、ここにあるこの2つですね。これとこれが残ります。で、ここっていうのはそれぞれ AI と AJ をこう取り替えてますよね。で、これイコール0に0になっていると。 いうわけですから結局取り替えたら、えー、と符号が逆転するということが従います。これがカッコ2ですね。でカッコ3、大愛行に大 J 行の C 倍を加えても行列式は不変ということですけれども、大愛行に大 J 行の C 倍を加えたものを考えます。そうすると、これは線形性から大愛行を AI に入れ替えたものから。 さらにに C 倍の AJ に入れ替えたこれらの行列式のそれぞれの和と等しいということが分かりますで。こちらですけれども、こちらはまあ A の行列式に他ならないというわけですね。一方で、こちらについては、第、うん、J 行には AJ があるので、AJ がここに第 J 行にあって、第 I 行にもあるので、そうすると2つ異なる場所の行。 が同じだととと交代性からゼロになるということでしたですので、これは0です。ということで、残るのは前のこちらの方だけなので、えっ、ー、と、行列式、えー、元々の行列式と等しいということが分かるよというわけですね。はい。というわけで、行基本変形によって、えー、行列式の値がどうなるかというのは、先ほどのプロポジション437ですね、を認めてあげれば簡単に分かる。 ですから、まあ、ある意味こういうのは覚えてなくても、まあ、まあ、覚えてなくてもというか、まあ、覚えた方がいいですが、437から従うわけですね。はい。で、じゃあですね、行列式の計算を行基本変形のような操作を用いて、じゃあやってみましょうと。で、それはどうすればいいかということなんですが、まあ、ここに例を挙げましたので、これをちょっと考えてみましょう。 そうすると、まあ、ここにあるような行列の行列式をまず考えます。で、えっ、ー、と、行基本変形ですから、えっ、ー、と、連立一時方程式でやった行基本変形と同じ記号を用いることによることにします。例えば、えー、第3行に第1行を加えるとか、第4行に第2行のマイナス倍を加えるということをしましょう。でそうすると、この場合ですね、つい先ほどやった 大愛行に大 J 行の C 倍を加えても行列式は不変というのがありますからこれをしても行列式変わらないわけですでそこで実際に計算してあげるとこのような形になりますはいで次にですね次に今度はここ0240っていうのがありますね0240ここだから すべて2の倍数になっているので、2を前に出すことができて、えっと、だからこれイコール、これは2倍の0120だと思うことができると。そうすると、このまた線形性から2を前にこう出すことができますね。で、それを出した代わりに、ここ0120にここの第4行目が変わるという、そういう状況です。で、次に、えー、第1行に、 2倍の第2行を加えると。そうしますと、えっ、ー、とまあ、計算すればこう。で、次に1行目と2行目交換しましょう。行1行目と2行目を交換するっていうのは交換性から、交代性からあの符号が逆になりますので、マイナス2になります。で、そうするとこの形なんか見たことがある形で、ここに000が並んでいる場合っていうのは、 えー、これかけるここの行列式という話でした。ですので、この形になります。で、えっと、さらに、ん、えっと、例えば、ここに1があるので、この1を使って3と5を消そうということを考えて、r1-5 倍の r3、r2-3 倍の r3 をします。で、その結果、まあ、これを得るというわけですね。 で、また、こことここを入れ替えましょう。入れ替えると、プラマイのところが、ここが変わります。で、えっと、そうすると、またここ00になるので、あの、最初のパターンになって、これ、これは2と1と、ここの行列式の積にしかならない。で、まあ、それ、あとは計算してください。そうすると、まあ、あの20という値が出るというわけです。 まあこのように行基本変形を繰り返すことによって、できるだけその行列のサイズをさ下げていってですね、計算することができるというわけです。はい。で、えっと、まあ、こういうように、ま、行基本変形っていうのは非常に使えるわけですね。行列式を計算する上で。なんですが、もう、もうワンステップ進むとですね、さらに計算をしやすくなります。もうワンステップ進むというのは何かというと、これも、 証明はしません。後回しにしますが、次のようなことが成り立ちます。A は先ほどと同様、N 字正方行列としましょう。で、その時に、A のこれは点値行列ですね。覚えてるでしょうか点値行列というのは、A11、A12、点点点、AN、あーと1、N、点点点、AN1、点点点、AN。こういうものの点値って何だったかというと、行と列を異なる。 えと入れ替えるということですね。ですから、えっと、こうなって、こちらは逆に、1、2、A、1、3、点点 H、N と。こういうもんですね。はい。で、実は、その元の行列の行列式と、その元の行列の点値したものの行列式っていうのは、一致するということが知られています。で、これに関しても、まあ、あの後回しで、えー、と証明は、 与えるつもりですが、えーと、ここではまあ認めることにしましょう。はい、えっ、ー、と、だから、えっ、ー、と、これはですねな、なんてことないものに見えるかもしれないけど、実はですね、これを用いると、今までの行に関するいろんなデターミナントの性質がありましたけど、それをですね、列に関する、えー、性質として見ることができます。 で、それについては、この4311にまとめました。つまり何を言ってるかというと、元の、例えばですね、えー、まあ、これちょっと内容を見てみましょうか。一、えー、つの列を C 倍すると、行列式は C 倍されると。これなぜかというと、えっ、ー、と、もう簡単に言うと、例えば、例えばですね、 1> うんと第1行目が CA11CA21//C 倍 AN1 だとしましょう。で、これは A12//A1N。AN2/ANN。まあこういうものですね。C 倍、第1行、第1列だけされていると。そういう状況を考えます。 そうすると、こいつの点値を取りますとこの点値は今度はこちらになりますよね。行の話に変わります。でそうすると,、えー、とこちらで行列式をこれ,これと元の行列式は等しいんだからこっちで行列式考えてあげればそうするとこの 1> 第1行を、えー、と C 倍されているということはその C を前に出すことができるというのがありましたね、まあ。そうすることによって前に出すと。で、前に出してあげてまた、えー、とこの点値と元の、えー、行列の行列式が等しいというのをもう一度使ってあげると元に戻ります。まあ、つまりだ、まあ、そういうあのステップを踏むことによって、えー、今まで行に関してならあの学んできた性質が全て列に関しても 成立するということがわかります。ですから、例えば1つの列が2つの列ベクトルの和である行列の行列式っていうのは、他の列は同じものなんですけど、その大、まあ、各々の列ベクトルを取った行列の行列式ですね、の和になると。まあ、だから、多重線形性とか交代性についても、まあ、これらについても、えっと、同様のことが成り立つということを言っています。で、またですね、 えと行基本変形というのがありましたけれども、まあ、それと対応して列基本変形というのがあります。それは何かっていうと、大愛行を C 倍するとか、大愛行に大 J 列の、あ大 J、I、列を大 J 列の C 倍を加えるとか、えー、I 列と J 列の順序を交換すると。まあ、これらに関しても行と同じことが成り立ちますよというわけですね。はい。 で、えっとまあ、この3つの、これを3つを、まあえっと、列基本変形と呼んで、行基本変形と列基本変形を合わせて、一般に基本変形と呼ぶことにします。ですから、今までは行基本変形だけだったんだけど、列基本変形をすることによって、行列式の、えー、っと計算はより簡単になります。はい。 で、ちょっともうかなり簡単にしか言ってないですが、とにかく今まで言ったことは列に関しても成り立つんだよと。それはなぜかというと、この点値と元の行列の行列式が等しいということから従うということを頭に入れてください。で、えっと、ま、いろいろ言ってはいますが、まあ、ちょっとこれも例を見ましょう。例を見てみると、例えばここにあるような行列の行列式を考えます。でそうすると、ここ、 第4列がすべてこれ2の倍数ですね。なので2でくくってあげると。そうすると、先ほども言いましたが、行が、えー、大愛行がなんか C 倍されてたら、その C を外に出すことができるという話でしたが、えー、つい先ほどの話で、天地行列と元の行列の行列式が等しいことから、別に関してもそれが成り立つわけです。つまり、ここの2っていうのは前に出すことができて、1、1、2、1になる。 まあ、こうすることができます。で、えっと、行基本変形によって、まあ、こう、この3つをやると、この形になる。で、この形になったときに、またここ2でくくれますよねっていうことが、で、ここ4が出てきてます。で、あと、これ計算していくと、まあ、最終的には、まあ、いろいろ計算してますが、12になる。 まあこのように、えー、と基本変形を用いるといっぱいの行列式っていうのは簡単に計算することができます。あの皆さん今最初ですのであまり慣れてないかもしれませんがあの、必ずですね、何問も解いて、演習を解いていけば必ずできるようになります。はい。で、えっと、まあ実際の講義ではこの辺のですね演習問題をいっぱいやりたいと思っています。 はい、というわけで今日は、えー、行列式の性質2ということでお話をしました。